株式会社ソニーミュージックエンタテインメントが、KPOP グループの 2PM や TWICE などを輩出した韓国の大手芸能事務所 JYP エンターテインメント以下、JYP とタッグを組み、新たなガールズグループを作る。2019年夏に日本国内8都市のほか、ハワイとロサンゼルスで大規模オーディションを開催するという。2月7日、JYP の創業者で、2PM など数多くのアーティストのプロデュースを手掛けてきたパク・ジニョン氏が来日会見を実施。流暢な日本語で、プロジェクトの全容をプレゼンした。NIZI、プロジェクト、応募資格は国籍太い。6ヶ月のトレーニング期間も、スプロジェクト名は、NIZI、プロジェクト、二次プロジェクト。応募資格は、満15歳から満22歳の女性。国籍は不問だが、日本語でコミュニケーションが取れることが条件として設けられている。ジニョン氏によると、より多くの日本のファンとコミュニケーションを取れるようにするため、言語能力を条件に入れたという。2019年5月1日からエントリーを開始し、7月から8月までの1ヶ月間で、日本国内8都市、札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡、沖縄、海外2都市、ハワイ、ロサンゼルスでオーディションを開催するという。ジニョン氏によると、このオーディションで20人の候補生を選抜。その後、選ばれた候補生は JYP でデビューに向けた半年間のトレーニングを受け、2020年11月に日本でメジャーデビューを迎える。最終的に選ばれる人数は、現段階では決まっていないという。さらに、オーディションの模様は2019年10月頃、リアリティ番組として放送する予定という、未熟さを見せる日本と、完璧な姿を見せる韓国のアイドル、二つの文化を合わせる。近年、多国籍グループの TWICE や GOT7、EXO などの活躍が目覚ましく、アイドルのグローバル化や多様化は加速している。2018年には、韓国の音楽専門チャンネル Mnet と AKB48 グループがコラボしたオーディション番組 PROD-UCE48 が放送され、日韓合同ガールズグループ IZONE が誕生した。ジニョン氏は NIZI プロジェクトの構想について以下のように意気込みを語った。日本のアイドル文化は準備する過程からファンたちが一緒に応援してくれる。成長する姿を共有するため、アイドルたちが完成されていない状態、つまり未熟な姿も気にせずに見せると思います。反対に、K-POP アイドル文化は長い間徹底的に企画し、準備して、ある程度、完成された姿を見せます。今回のプロジェクトは、この二つの文化を合わせており、準備は長い期間徹底的にしますが、その過程をファンにお見せする計画です。日本だけではなく、世界中で勝負できることを目標に、皆さんが誇らしく思えるグローバルグループが誕生できるよう、最善を尽くします。このプロジェクトが成功すれば、男性グループを育てていく構想もあるという。国境や文化の垣根を越えた、新たなアイドルグループの誕生へ。2019年、このプロジェクトに大きな注目が集まり、